前段佐藤隆二を抑えました。残り2周回で先頭に出た7番前川、3番青森信也、福島勢3番手キープは4番佐藤隆二、そして5番伊藤朝日動かずの状態5番手です。前川を逃がして4番佐藤隆二は是が非でも中断というそんな腹積もりで、5番伊藤朝日5番手の体勢変わらず、スローペースで前川先頭踏み上げて先攻め4番佐藤隆二、佐藤隆二と前川大輔並び合いながらというところでしたが、振り切って前川が先行体制に入りました。そして5番手かまして5番伊藤朝日、これをさあ応戦する形で4番佐藤ですが、一社前青森がさばこうとしているが抜けた5番伊藤朝日、後ろ2番塚本熊本勢が出まして3番手、しかし内から3番青森信也が塚本に飛びついています。5番伊藤朝日の後ろは3番青森がさばき、内から4番佐藤隆二が給水してくる。直線に向いて5番伊藤朝日、この後ろ3番青森ですが届かないか、伊藤朝日降臨、2着3番青森信也、3着に4番佐藤隆二です。